TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 はい、どうもクリス・ペプラーです。今8月3日、日曜日、時刻は5時17分六本木ヒルズ J-WAVE B スタの放送を終えたばかりです。先週はね、もう恒例となりましたフジロックの会場から視聴公開生放送でお届けしたんですが、いかがだったでしょうか。結構周りはだいぶあんた違うねと、声の発声がどうしたのというぐらいなんかテンション高かったみたいなんですけれども、まあそりゃそうですよ、フジロックですもんね。でもそう、今回は非常に天気にも恵まれましてですね、快適に、過ごされた方もたくさん多いと思うんですけれども、ライブも本当いっぱいいいのあったな。なんか僕ロボとシステム7もすごい良かったし、あとはそうですね、ベースメントジャックスも良かったし、セントヴィンセント良かったですね。あとはフォスアザピープルが思いのほかすごいいいバンドで、でもやっぱり一番の思い出はザ・ケミスでしたね。ホワイトステージだったんですけれども、最後にそのケミスっていうのはどちらかというとドラムベース系で、UK のグループでちょっとバングラビートも対応していて、 MC の一人がインド系だったんですよね。で最後の曲になると MC の一人がみんなシャガンディシャガンディ何言ってんのかな、もう結構かなり周り困惑して、なんだろうね、シャガンディシャガンディとか言って、シャガンディインド系だし、マハトマ・ガンディのありがたいお言葉なのかな、インディラ・ガンディ、ガンディとか、なんかガンディ関係なのかなと思ったら、なんかこう自分がしゃがんでるわけですよ、自分が。しゃがんで、あ、しゃがんでかと。多分これはなんか英語で、So how do you tell everybody to sit down to go lower? で書いて、もうローマ字で、S-H-A-N-G-A-N-D-E。それを、しゃがんでとローマ字で書いたのを、多分そいつは、しゃがんでに聞こえたと。でずっとシャガンディみんなシャガンディとか言ってて、俺はなんか何回もそれ連呼するんですごいワクワクしてて、また言うかなまた言うかな、みんなシャガンディおお言ったみたいな、なんかねすげえワクワクしてね楽しかったですね。でも皆さんもちょっとシャガンディでちょっと検索してみてください。結構いろいろいろんな方もツイートしていましてですね、ちなみにうちのかみさんがもうすっげえ日焼けしてるんですよ今。もうメラニン女なんで真っ黒なんだけれども、ちょうどターバンみたいなのやってて、ちょっとインドの片風なんで、彼女に僕は芸名をつけました。ミーナ・シャガンディ。シャガンディさん。シャガンディさん。Where are you from? I'm from India. My name is ミーナ・シャガンディ。はい、ということで皆さん、ちゃんと、シャガンディということで、最新の時 HOT 100 トップ5ご紹介しましょう。5位は Magic Rude。先週31位から大幅アップ、ただいま全米チャートでも大ヒット中、ポップでレゲエ風味なプロポーズソングが東京チャートでも上昇中。4位はマイケル・ジャクソン Love Never Felt So Good、 何度でも蘇るマイケル、先週8位から再びトップ5入り。3位はゲスの極み乙女、猟奇的なキスを私にして、ホーヤーを稼ぎ先週9位から6ポイントアップでトップ3入り。おっと、2位はジェイソン・ムラーズ Love Someone、先週のナンバーワンソング一週殿下でワンポイント後退ということで1位が変わりました。8月最初の100曲チャートを制したのはズバリ曲名がサマー。オンエアに加え番組ホームページからのリスナーズボートポイントも獲得。 TOKIO HOT 100最新チャート1位は Calvin Harris Summer。 さあいかがですか、これが最新のトップ5。さあ次回のマクドナルド TOKIO HOT 100は8月10日鳩の日だそうです。100曲カウントダウンに加えゲストは高橋優とカナブーン。それでは皆さんご一緒に、みんなしゃがんで。 J-WAVE Podcasting TOKIO HOT 100